スライドショーを作ります。挿入を押してスライドショーを選択します。画像を追加を押して、今回は横向きの画像を使ってまず簡単に作りたいと思うので、コントロールキーを押しながら使いたい画像を選択して開きます。そうしましたら、この画像の、アルファベット順、並び方なんですけど、アルファベット順ですとか、それから新しい順、古い順、ランダムとありますので、好きな並び方を選んでください。今回は、時系列にしたいので古い順を選びます。設定は、カーソル位置から開始、まな板のどこにカーソルがあるかですね。開始位置を0にすると先頭から始まります。画像ごとの時間は表示時間です。エフェクトっていうのは効果のことを言います。今回はパンおよびズームしながらフェードで、そのオーバーラップの時間を 1.5 にして作成します。見にくい時はマウスの真ん中をクリクリとすると大きくなるので、まな板の表示は見やすい大きさに変えてください。このバッテンになっているところが効果がかかっているところになります。見てみます。パンおよびズームのパンというのは、横にずれることを言います。カメラが横に動くことですね。でズームは、ズームアップ、ズームインのズームですね。でフェードっていうのは徐々に消えていくことです。これで一度できたんですが、元の画面からすると、ちょっと見えない部分があるのが気になったりしますので、直し方は後でやります。今度はこれ一度消して、縦の画面で画像でやりたいと思います。挿入を押してスライドショーを押して、で今ここにある表示されている画像が全部入ってしまう。一度シフトキーを押しながら選択して×を押して削除します。画像を追加、縦の画面、画像をコントロールを押しながら選んでいきます。開くで設定ですね。でこの時にパンおよびズームしながらフェードで一度作りますが、こうすると縦の画像の場合本当に見えないところがいっぱいできてしまいますので、これを一度消して、例えば写真集で作ると、デフォルトの写真がめくれていく感じになるので、一応全部見ることができます。他にもデフォルトの写真が出るエフェクトがあるので、例えば、ハートと星見てみると切り替えが、渦巻きだったりハートだったり近くだったりします。ただこれだと、ズームしないので、細かい柄がわからなかったりしますので、今度はパンおよびズームをしながら
全部も見れるという作り方をしたいと思います。一度消します。挿入をしてスライドショーを押して、設定は、これもゼロ、頭からで、画像ビュットの時間を今度は、ズームさせてから下に下ろす、視線を下に下ろすという作り方をしたいと思うので、12秒、少し長めに撮って、でパンおよびズームしながらフェードで、ここは、このまま作ります。そうすると、ここが12秒あって、先ほどと同じ感じで長いのができますので、まずこの時間軸を持ってきて、でこの F の四角が出るイベントパンクロックのマークを押します。そうするとこの左側の青い四角、これがまな板とシンクロ、同期をしているマークになりますので、ここが青くなっていることを確認して、でもう一度確かに頭に来ていることを確認して、ここをデフォルトにします。でちょっとこれじゃ小さいなという場合は、この F の四角を縮めてあげるとズームしますので、スタートの大きさをだいたい決めてください。次に5秒かけてアップしたいと思うので、5秒のところを選びます。このところで、デフォルトを16対9のアスペクト比に変えて、上にグッと持ってきて、もう少しアップをかけてあげて、5秒でだいたいこのぐらいまでズームするという位置を決めます。そして最後に、この下の最後のキーフレームを押すと、エフェクトがかかっているので次の画面の頭が出てしまうので、このキーフレームの時間軸を少し手前に持ってきてあげて、この画像が見えるぐらいのところで、この F の四角を下にズルズルズルっと下ろしてあげる。このくらい。ここが、この画像の最後です。で、そうすると、このひし形のマークができてますので、このチャプターに名前をつけます。ここを消して、何か、だって、に、という名前をつけて、覚え込ませます。この真ん中のところ、5秒でズームしたこの位置、ここも今度は縦1で覚え込ませておきます。消して見てみると、デフォルトの写真が5秒かけてズームして、そこから下に降りていきます。2枚目もスタートの位置に、時間軸を持ってきたら、イベントパンクロックの矢印、マークを押して、まずはデフォルト、そうすると縦の写真がそのまま出るので、少し調整してあげて、ここがスタートになります。このスタートの位置にこのチャプターマーク、ひし形が出ていることを確認してください。そしたら、5秒のとこですね。ここでデフォルトから縦の位置を選びます。ちょっとやっぱり写真の位置が違うので微調整は必要なので、5秒かけてこの位置。そして最後にキーフレームの最後のところを表示させて、ここで縦の2を
覚え込ませた縦の2を微調整してバッテンします。見てみるとはい、引いてからズームして視線が下に落ちていくという加工がかかりました。3枚目以降も今と同じことをして、スライドショーを完成させていきます。次にせっかくなので画像の説明の写真も撮っていますので、その説明の写真を入れていきたいと思います。これはスライドショーとして作るのではなくて、出来上がったところに差し込んでいくので、メディアのインポートから先ほど選んだ一定の画像を、この材料置き場に画像説明の画像が入ります。で、この時にこの画面下の自動リプル、こちらが青く確認して、これは選んだイベントの後ろがまとまって動くという、マークなんですけど、これで2枚目と1枚目の間にまず隙間を作ってあげて、ここにこの説明の入れていきます。クロスフェードがかかるようにこのバッテンですね、少し重ねてあげて2枚目の画像も乗っけてあげます。そうすると間に説明の写真が入りました。この時にこの説明の写真がちょっと小さくて見にくいので、 F の四角を開けてリセットをアスペクト比ここにして、これも少しエフェクトこうしたいと思うので、最初の位置を位置で表示させて、最後の位置をしちゃう。これで覚え込ませて表示。今ここが5秒になってるんですけど、5秒じゃ短いなっていう時はこのイベントの長さをダブルクリックして、今05なので07とすると広くなります。と長くなりました。ずるずるっと間を空けて説明書きを上に乗っけて、3枚目をかぶせて、イベントパンクロック、先頭に持ってきて表示が出た状態でアスペクト比を変えて、最初のズームを決定したら、最後、切
キーフレームを最後にやって、時間軸を移動させたら、これ多分縦の2で同じで大丈夫ですね。もう少しズームをかけて位置を調節して、出来上がり。見てみて、時間が短いようでしたら長さを調節してあげてください。こんな感じでスライドショーを完成させたら、文字ですとか、BGM を入れていって終了です。それはまた別途動画を作りたいと思います。